宮城県南部に位置する角田市。仙台駅から阿武隈急行の直通便もあり、約50分で訪れることができます。宇宙の入り口角田とも言われるように、角田駅の外観は宇宙ステーションをイメージして建てられ、東北の駅100選にも選ばれています。市の北部には JAXA 角田宇宙センターがあり、国産ロケットの心臓部でもあるエンジンの研究開発などが行われています。エンジンの燃焼試験を行える施設は日本ではここだけ。展示施設では試験に使用したロケットエンジンなどを自由に見学することができ、大人も子どもも楽しめるイベントも盛りだくさんです。角田市には歴史的資源も豊富にあり、高蔵寺阿弥陀堂は世界文化遺産に登録された平泉文化と非常に深い縁があり、奥州藤原氏三代目秀衡の妻らによって建立されたと伝えられています。宮城県最古の木造建築物で、ご本尊の阿弥陀如来坐像とともに国指定重要文化財に指定されています。高蔵寺に隣接する旧佐藤家住宅は、江戸時代中期の仙台藩領の中規模農家の典型的な家屋とされ、こちらも国指定重要文化財に指定されています。家の中の土間やいろり、古い戸棚、農機具からは当時の生活を感じることができます。自然にも恵まれ、美味しい食も揃っています。ドイツ南部の雰囲気を味わえるビアレストラン仙南新軒ファクトリー。こちらで醸造される地ビールバイセンは、国際ビール大賞を5年連続で受賞している自慢のビールです。また、角田産のお米ササニシキを使用して作られたビール、ササニシキ IPA は、お米の味わいと柑橘系の香りの豊かさを楽しめます。お料理にもぴったりですよ。角田市郷土資料館は、明治から大正にかけて郷土の旧大地主初代と2代目氏家常吉氏が建築した邸宅を市が譲り受け整備したものです。材料をはじめ、細部の意匠に至るまでこだわった書院作りの豪華な邸宅や土偶が現存しています。ひな祭りの時期には、伊達政宗公の次女ムー姫がお輿入れの際に持参したとされる豪華絢爛なひな人形が展示されます。大山公園には角田市のシンボル H2 ロケット実物大模型がそびえ立っています。高さはなんと49メートル。その隣にはロケットの高さを体感できる展望塔スペースタワーがあります。ロケットをこんなに間近で見下ろすことができる施設は世界にここだけです。気分はもう宇宙飛行士。宇宙を身近に感じてみてください。お土産は2020年4月にオープンした道の駅角田がおすすめです。角田産の安全安心おいしい農作物や加工品、飲食メニューはもちろん、仙南のおいしいものも豊富に揃っています。味よし、色よし、香りよしの三拍子揃った秘伝豆を使い、大きな釜で焼いた秘伝豆ピザが大人気です。角田産梅を乗せた梅うどんはさっぱりしていてとても美味しいですよ。訪れてよし、
住んでよしの角田にぜひ一度お越しください。